奈良県立奈良養護学校のアドバイザーを務められました堀田先生は本日ご欠席ですが、ご本人からビデオメッセージをいただいておりますのでご覧ください。奈良養護学校さんの研究課題は、個々の発達課題に対応する教材データベースの構築とネットワーク化です。2年目を迎え、ほぼ順調に研究課題がこなされていると思います。現在スライドに提示しました6つの課題を解決しながら成果を明示しておられます。課題1の教材共有ネットワークに地域ニーズを反映、課題2の教材教具の充実とデータベース化、そして課題5の役立ち情報の整理とデータベース化につきましては、教材共有ネットワークシステムが立ち上がり、成果を実装して現在稼働しています。多くの方が利用されていると聞いています。また課題3のデジタル教材の開発と活用については、若干開発の広がりがないようにも感じています。奈良養護学校内をはじめ近隣の高等学校へと働きかけ連携をするなど、継続した教材開発が望まれます。課題6の教材共有ネットワークの広報では、多くの研究会での発表、関連雑誌への投稿などもされています。このようなネットワーク化されたデータベースは、新たな情報の蓄積と普及活動による浸透性が求められます。そのためにも奈良養護学校さんの教職員が一丸となって今後も研究に取り組まれることを願っています。